誰も分かっていなかった。何も分かっていなかった。本物の魔王が死んでも終わりじゃなかった。この世界にはまだ無数の脅威と真実が残されている。この男を殺す。そうだ、この世界にはそれができる強者がいる。誰もがその名を知るコートの第二章、絶対なるロスクレイがいる。遠くワイテの山岳に潜むおぞましきトロワの名を知っている。人に知られぬ第五の史術系統を極めたと語る真理の蓋のクラフニル。9年前に代表祭を解放したマロード、黒い音色のカズキがいる。あるいは誰も見たことのない冬のルクノカさえ。だからあなたと戦っても負けない敵がきっといる。野牛進化下流、野牛宗次郎。この俺が地球最後の野牛だ。私はこの男が何者なのか、彼方とは何かを知らなければならない。